になるやん。の解明をするためにやらないといけないということで、ちょっとやってみたいと思います。お、ソマツさん、はい、ハテナガチャ帰ってあげます。はい、何が出るかわからないハテナガチャを6回回してきました。まあなんか見た感じちっちゃいガチャガチャが5個で、あの大きいガチャガチャが1個ありますね。まあちょっと開けてみたいと思います。何が入ってるのか楽しみですね。はい、で皆さんがもし自分だったらと思ってちょっと見てくださいね。なんかあの何が入ってたら嬉しいなみたいな。はい、じゃあ1個目開けます。はい、おお粗末さんのお風呂のお粗末さん、十四末ですね多分。1個目お風呂のお粗末さんの十四末でしたね。確かこれ200〜300円ぐらいだったと思うんですけどね、そんぐらいだと思います。はい、それでは2個目開けていきたいと思います。お、アンスタザ、はい、アンスタのアイドルスイングバージョン2ということでね、なんかこんな感じのラインナップになってます。でこれはちょっと開けますね。はい、ナイツの月永レオくんですね。ということで次行きましょう。はい、それでは3個目。お、またもやおそ松さんの十四松出現率高いな。はい、2体目の十四松ということでちょっとかぶっちゃいましたね。びっくりしました。なんか次行きたいと思います。じゃじゃん、またもおそ松さん、さて違う松か。おう、違った、から松だ。はい、違うの出ました。良かったですね、から松ですでも十四松、十四松、から松ってなんか、あと違うのだったら良かったのになみたいな。はい、じゃあ次行きます。あれですね、あのちっちゃいカプセルの最後ですね、これが。はい、でまあアイドルスイングのやつは一緒です。で、あ、またもナイツ。はい、またもナイツの鳴神嵐くんね、あとなですね、なんかまあかぶりはしませんでした。よかったよかったということですが、なんかおそばちさんとアンスタが多いかなと思います、小さいカプセル。はい、じゃあ最後期待の大きいカプセル開けたいと思います。お、なんかだこれ。ね、はい、鼓動アンビシャスの、フィギュアが入ってましたね。ラインナップはこんな感じです。はい、最後の大きいカプセルはアイゼンケントくんでしたね。はい、なんか結構これ300円ぐらいするんじゃないかなと思います。大きいですしね。なんかはい、今回ハテナガチャを6回回してこんな感じになりましたね。なんかほぼフィギュアっていうかフィギュアですね。まあ100円だったらすっごいお得だと思うんですけど、好きな人だったら。まあということで私は良かったですね。まあ皆さんもこういうの見かけて気になったらちょっとやってみてください。たまにハテナガチャみたいなのはちょっとがっくりだなっていうのが多いと思うんですけど、今回は良かったですね。100円でこれだったら私は本当にいいと思います。はい、それではまた見てね、バイバーイ。チャンネル登録はこちらからしてね。バイバーイ。